守っちゅうがじゃ。危ないの。お前にも集中かな。どれをこうたち満足で。またの。勘弁してください。
高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれんが、数年ぶりに飲まないか。しかし、せっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とは。まったく相変わらずだ、お前さんは。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級意識の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。しかし、あんなことをして大丈夫だったのか。お前を逃がしたことか。おやっさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ、下から足を引っ張る連中も出てくる。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。そうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが俺にとっては自分の家も同然だ。思い出すな、もう10年以上経つか。ああ、上司に身内を殺され行く当てを失った子供たち、お前もその一人だった。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。犯人は内緒でな。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあ、どうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは父さんが大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。だが本来、武士も農民も商人も女も子供も、すべては同じ人間。差なんてねえんだ。ああ。だからわしは、そんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ。階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。わしはな、龍馬、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し、土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだ。お前は15年前上司に家を焼かれ、実の親兄弟を失った。
お前は土佐を変えたいと願っているはずだ。おやさん。ん？じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ。藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのか。そうだ。わしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはな。龍馬、竹地にはもう会ったか。兄弟に。いや、まだだか。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。仕事？ああ、土佐勤王党という組織を作らせた。土佐勤王党？今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名。名目上勤王とは謳っているが、その思いは一つ。土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だ。それじゃ勤王党の敵は土佐藩ということか。わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。壊す？そうだ。わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、竹地半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、竹地に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹地に会って直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。今兄弟はどこにいるんだ。町で土佐勤王党の竹地といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかはわからんがな。今日の夏で遊んでみたいぜよ。
構え！やっと戻ってきやがった龍馬。あの竹内先生、もしかしてこん人が？ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王とか。お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋の親さんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか？
見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は金の党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。古参の連中からはあまりよく思われないだろうが。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。おお、これか。いや痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるかな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れようったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう。ああ龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何を。土佐藩の前主高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上でおやっさんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒んだ、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に勤王党が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってこと。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。東洋のおやつさんは剣後支持庫を開いている時からこのことを考え。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治、それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。どうして。きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いやそれは金の音の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能だが、ピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。
龍馬。俺らは身分といった。だがたとえそれが実現したとしても、人間は才能があるものとないもの。身分という壁がなくなっても、だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ、金の音の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に。土佐勤王と俺と。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なのか。なあに、工場まで行けばおやさんの禁止が招き入れてくれる手はず。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺も。ありがとうございました。食べてったらええわ。ほいたらまた。
俺に何か用か。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武津先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたら伊蔵、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんだぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったれ伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。伊蔵とか言ったな。お前は確かに強い。だが人が斬りたくて勤王党にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。武市の兄弟が作った勤王党はそういう組織じゃねえ。党内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。
世話かけたな。見てたのか。ああ、1年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだ、あの連中は。金の塔の名が泣くぜ。あれが土佐豪士の現実なんだよ。現実？豪士という身分が理由で、ろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺をやっかんだってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあ、そのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ、龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやっさんのところに行こう。お前の準備はいいか。ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてく。江戸での修行はどうだった。ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに。なあ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか。あの時お前ふんどし流されて大変なことになってたよな。懐かしいな。そういや、お前とこうして歩くのも久々だな。昔はよくこの。アンペーター。どうした、リョーマ。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、リョーマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合子に合子。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の塔はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか。ふん、わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと。バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝金の塔は500人全員を武装させて城を囲め、上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか。
言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただしその前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬、お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああそうだが、アンペーター、筆頭に任命したのはお前か。そうです。何か問題でも？この計画が成功し老人たちが消えた後、勤王党は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは坂本龍馬という人間は勤王党の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか。おやさん、前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんならいつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ龍馬。おやさん、どういうつもりなんですか。二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ。吉田様を。おのれ、切れ、この者を切り捨て。